ここからは石田英二さんでございます。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、まずはこちらからです。韓国に飛来する北朝鮮からのゴミ入り風船に新たな動きだそうでございます。北朝鮮がゴミや汚物をぶら下げた風船韓国側に飛ばすなどの挑発行為を続けていることを受けて、韓国大統領府が2日会議を開きまして、北が耐え難い措置に着手するという方針を確認をいたしました。そんな中、北朝鮮が新たな声明を出したということで、これまでの流れと合わせて見ていきたいと思いますけれども、石田さんお願いします。まあ、これは風船の飛ばしっこというのはもう朝鮮戦争の頃からやってるわけで、はい、中身がちょっとかその都度変わってきてるだけでね、で先にちょっと言っとかなあかんのは、本来汚物風船ダーティーボムって言うんですけど、本来のダーティーボムっていうのは、はい、核とか放射性物質を積み込んで、はい、で相手の土地に行って上で爆発させて巻いて、その土地にもう住まれへんようにしてしまうっていうのが、まあ本来のダーティーボムなんですよね。これは非常に恐ろしい、ただこれは作れません。その例えば一番、ダーティーボムで威力が強いのは、原発の、高濃度に汚染された使用済み核燃料をで作るのが一番、なんていうかな、一番えげつない爆弾があるんだけども、それを爆弾に積むぐらいの、にして爆発できるようにして、装置作るとその人がめちゃくちゃ被爆するんで、作れないということで、まだ作った人はおらへんのですけどね。で、今回の汚物風船は文字通りの汚物風船なんです。ただ、最初に言われたように、糞便が含まれていることはないみたい。ああ、そうなんですね。いわゆるゴミ。で、ただ匂いが強烈やったね、最初は糞便かなと思ったら、それはすごい匂いの疲労やったらしいわ。もともとさっき言ったように北朝鮮と韓国というのは朝鮮戦争時代から、ビラなんですよ。当時はビラです、最初は、飛ばし合いっこしてたんですよね。その時はね、最初はお互いの政府をアホとか言ってその非難するこいつあかんで、お互いの政府を非難するもんやったんで、双方ともなんていうかな、飛んでくるけど北朝鮮からうちの政府の悪口書いてある、あれ読んだあかんとか、ね、向こうは向こうで同じように、読んだあかんとか言ってて、韓国なんか面白かったのは、当時ですよ、今から朝鮮戦争の頃ですよ、子供がさ、山の中でビラ見つけたら、持ってきたらね、鉛筆でやるみたいなことやってたの。へー、あ、そうですか。ビラって面白いもんで、まあ君らはね全然知らんけど、僕ら小さい時ってさ、ひどい話で、セスナ機からさ、宣伝のビラ前取ってらしいですね。はい、ひどいよ。どこそこ肉店が今日はセールスですって、ビラ前ブワー泣くよ。すごいよね。子供嬉しいからなんかさ、追いかけてる石田少年の姿が想像できるわ。今なんか危ないよな、車多いから。危ないし、だって髪だってそんな手とか切れたりするじゃないですか。それ考えたら、それ見ても、あんま子供関係ないでしょ。関係ない関係ない。子供ってビラな探そうとすんのよ。言いたかったらそこやね。子供ってビラを見つけようとするわけ。で、その昔のその韓国は北朝鮮から飛んできたビラを見つけたら、お役所に持ってきたら鉛筆一本あげるとか言って。見つけますね。ね、ね、それもね。ある意味そういう時代があった。で、戦争が、休戦状態。まあ、戦争終わってませんからね。あれまだ続いてるわけで。休戦状態なわけですけども。そうなってからは、1960年代から70年代からは、どちらかというと北朝鮮がね、ちょっと今から考えられへんだけども、韓国より北朝鮮の方が豊かやった時代があるんです。それは朝鮮戦争が休戦状態になってすぐの頃、60年代からせいぜい70年代の頭ぐらいまで、北朝鮮の方がまだ豊かやって、だから量も北朝鮮からのビラが圧倒的に多くて、だんだんと経済が韓国の方がこう良くなるにつれ、韓国のビラが増えていくわけです。はあ、それぞれ経済状況によるんですね。面白いのが、80年代に入ると、完全に北朝鮮より韓国の方が発展していくわけですね。そうですね。その時にどんなビラを韓国が巻いたか。何と書いてますか。まず、うちの国はこんなに発展してる言うて、高速道路の写真とか、デパートで
楽しそうに買い物をする人々とか、うん、はあ、じゃあ文字だけじゃないんですね。あ、もう写真、この頃は写真です。写真なんですね、うん、で例えばね、もっとその水着を着た女性とか、何やったら、うんうん、ヌードの女性の写真を、うん、もちろん韓国の女性ですよ、うん、でそれを北朝鮮に向けて飛ばした、うん、それはどういう意味があるの？それはね、あの、まあ、韓国来たらこんな綺麗な女の人と結婚できますよみたいなイメージですよ。あ、その前に北朝鮮が豊かやった頃っていうのは、うん、写真じゃないけど、こっちはこんなにあの作物が予算取れてますよみたいな、うん、もう送ビラ巻いてたもんやから、うん、実際韓国から行った人がおるわけ、そっちの方がええなって、やっぱり変態かって効果はあるんじゃないですか。で、はあ、経済が発展しだした韓国というのは発展ぶりを見せつけたり、うん、まあ、非常に北朝鮮は規制が厳しいわけで、うん、そういう女性の写真をね、送りつけたりしてたという、はいはいはい、ほいでね、そんなことがずっと、まあ、あの、あったしばらくなかったんだけども、うん、2016年にそのダーティーボムというのが最初にパククネさんの時ですね、飛んできよったわけですね、うん、でパククネさんっていうのは、あの、当時はあの最初は親日的、うん、北朝鮮に冷たいというイメージで、最後はちょっと やこしになりましたけど ね、うん、ということで北朝鮮がその、うん、まあ当時ね1000個ぐらいね、うん、風船にくくりつけて飛ばしきよって、うん、で今もそうなんですよ、今も600個ぐらい飛ばしきよって、うん、同じようにその、まあ、汚いもんが入っとる、うんうんうん、ただ今もそうなんですけど、あの、なんていうかな、ちゃんとばらまかずに、うん、途中で風船が割れたりして、うん、袋に入った塊5キロぐらいあるんで、それがドンと落ちてきて、うん、車潰れたり、うわ、まあ、今回も実はそういうこと起きてんのよ。うわ、まあ、幸い今回はあの人的被害は出てないけども、韓国ってね、まあ、それは僕ら考えもつけへんだけど、うん、北朝鮮が飛ばした5キロのゴミが入ってる、はい、それが途中でそのばらまかれずに、うん、バッ、まあ、パンって割れて、うん、5キロの塊を追ってきて車がぐしゃっと壊れた、はいはいはい、これ今韓国で一番も今揉めてるのが、これ保険効くかどうかやめて、どのユーザー側はほら保険か使ってほしいですよね、うん、その理由が、うん、その北朝鮮が飛ばした汚物風船のせいやんか、うんうん、でそれは保険に書いてへんわけや、そう、あ、そっか、自然災害ではないですよね。そう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 。でもなんか勝手なイメージは車両保険で、うん、全てのものに適用されるものみたいなのはあるじゃないですか。まあ、まあ、でも、まあ、パククネさんとっからすでにこの議論はされてるわけね。で、まあ、以来2016年以来やから8年ぶりか、汚物風船飛ばしてきよったんは。で今回ね、ちょっとなんでこんなことになったかいとか、ちょっとこれ言うとかなあかんねんけども、うんうんうん、2020年のこと、今から4年前のことです、うんうん、あのこれ今回もそうなんですけど、韓国から飛ばす時っていうのは、うん、北朝鮮から脱北して韓国に逃げてきた人たちの脱北者の団体が飛ばすわけ、うん、ああそうなんですか。韓国ってこんなにいいとこよと、あ、だからみんなに伝えたい、ね、伝えたいし、やったらもう北朝鮮のこと嫌いやから逃げてきたわけやから、韓国はいいとこで、こ向こうはひどいと、うん、おま、あんたとこで暮らしてくると大変よとか言って、うん、を飛ば、今回もそうなんだけども、うんうん、それを2020年に飛ばしたわけね、うん、脱北団体が、うん、そ、はい、あの時に金正恩を批判する内容も結構書いてあった。あ、そしたら当時ね、金与正さん、はい、妹さんが激怒してですね、はいはい、こんなもん飛ばせたら報復やって、うん、ケソンにある南北共同連絡事務所を爆破するってほんまにしたんよ。へ、覚えてない映像、ボガーンと爆破した映像ありましたね。あれの原因はこの風船なんですよ。風船だったんですね。それで、それで、まあ、当時、まあ、当時としては2020年なんで、うん、コロナ真っ只中ですよ、うん、コロナ真っ只中なんで、北朝鮮は怖いから中国との国境も封鎖しました、うん、でアメリカは当然経済制裁してます、はい、そういうことで、はい、非常に逼迫してた、うん、で本当はアメリカにちょっとこっち向いてほしい、うん、いろいろいろんな条件つけて、うん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 、なったら支援してほしいと思ってやっ、うん、そう、爆破したい、爆破までやったんだけども、韓国がですね、まあ、当時はムンジェインさんですよ。はい、ムンジェインさん、うん、ムンジェインさんはどっちかというと、そうですね、融和策の、そうですよね、これが常に韓国ややこしいんだけども、はい、北に優しくしてあげよう、はい、という大統領さんの時代やったんで、はい、この爆破を受けてですね、うん、えらいこっちゃと、怒っとんぞと、うん、あいつら、うん、北朝鮮怒っとる、これからちょっとあの北朝鮮に向けて、うん、風船にビラつけて飛ばすのは禁止という法律を作って、うん、この爆破を受けて2020年に、はい、あ、そういう法律があるんですか。法律を作った。
作って以来そのビラは飛ばしてなかった、うん、で飛ばしてへんと北朝鮮からも飛ばしてけえへんっていうのが続いてた。あ、なるほど。ところがね、これもある種当たり前なんだけど、その法律に関して韓国の人権団体とか、まあ、脱北者団体も含めてなんですけど、うんうん、それは言論の自由に反してないかと。憲法で保障、我が韓国の憲法で保障された言論の自由を風船飛ばし禁止法は違憲じゃないかと言うて訴えたら、裁判所が違憲でそうなったわけ。ということはその法律はだからもう効力を失った、失った。それが去年の9月のこと。はあ、そっから、うん、よし復活や言うて、そっか、禁止されてたのが解放されて、今逆にその報復で飛ばすわけですか今度は。だから去年の9月に飛ばして良くなったんで、うん、良くなった。韓国は今回もまず最初に飛ばしてんねん、ビラは。なるほど、うん、ビラなり、はいはい、まあまああの前のとこひどい悪口書いてる。それに対して北朝鮮が汚物風船ということで仕返ししてきてるということです。はあ、これじゃあ どっちがどういう形でやめるか。これだからまあどっちもね。でこれたまたま今その、今言ってた、今回2016年に比べて風船がようなってるから遠いとこまで飛べて。いやだから僕もびっくりするのが、その風船って言って僕らが想像してる風船とはちょっと違うでしょ、うん、これ紙1枚だったら飛ばせるかもしれないんです、うんうん、ちなみにお物がね、お物ってか人の普通袋入ったんだけど、はい、5キロらしいわ。5キロ結構重いですよ。だから人、まあがまあ、飛ぶ人は飛ばへんか、だからそれくらいのもんですね、うん、大きな風船、大きな風船、うん、ほんでしかもそのタイマーで爆発してその下にばらまけるようになってるはずが、そこは出来悪くて爆発せへんで、そのまま追ってきたりして車が壊れたりしてるということです、ね。え、まあ、でも本当にこれはどういうふうにどっちがどうやめるのかの、ね、ただね、まあ、幸いにしてまだ人的被害出てへんのと、うん、そうですね、まあ、その中に入ってるものがさ汚いと言えさ、そうですよね、うん、その本当のダーティーボム的なもんじゃないというからね、うん、まだね、はい、だそうでございます。では続いてこちらです。時刻6時41分回りました。さあ欧州議会選挙、右派が躍進へでございます。EU ヨーロッパ連合加盟27カ国で6日から9日定数705の欧州議会選挙が行われること、 BBC 電子版などが伝えています。2019年の前回の選挙では環境会派緑の党欧州自由連盟が躍進したものの、今回の選挙では全体として右派や極右の議席増が見込まれているというとのことなんですが、うん、さあ票の行方を決める加盟各国の国内事情、これ様々ということでどうなっていくのかと。あの EU に関してヨーロッパ連合、うん、EU の仕組みっていうのはとっても僕らは分かりにくいです。ね、だってマルクもフランももう亡くなってるわけだから。そうですね。でもマルクもフランは亡くなってるけども、うん、マルクとフランはいつでもユーロに変えてあげますよと向こうの銀行は言ってるわけだから、うん、そういう意味では通貨としては生きとるわけよ、うんうん、通貨というか、なんか値打ちとしては生きとる。でもまあ普通流通はしてないわけですよね。ユーロです。ユーロですよね。でもちろんね EU の加盟してる国でもユーロには入ってへんとこもあるね。ありますね、うん。で、EU も全部入ってるわけじゃなくて、うん、まあ、この間イギリスは脱退しました。そうですね。で昔からあのスイスは入ってません、うん、何でもかんでもあそこは中立なんで、まあまあまあ、でノルウェーが入ってません。ああ、ノルウェー入ってない。ノルウェーはね、あの一番上にフィヨルドってこうものすごいあの豊かな漁港があって、あの辺ものすごい、うん、で人間の数の割にすっげえ魚がいっぱい取れるわけ、はい、広いし、はい、そうすると EU に入ってその辺の規制されるの嫌やない。自分らの豊かな漁業を守ろうという、うん、ね、しかもまあそれこそ社会福祉も充実していて、もう自分のところで全部できますもんね。まあ豊かってね、あの人口少ないからね。そうなんですよ ね、うん、で、EU は今27カ国が加盟しております、うん、で、27カ国全部合わせるとざっくり4億5000万多いか少ないか、少ないかにもせんへん。ヨーロッパ全部そうですね。いかにでもやっぱそうやって思うとヨーロッパってあれなんですね、人口がそこまで多くない。そうなんですよ、うん、一番多いドイツでさえ8500万人ぐらいなんで、日本より少ないですね。全然少ないですね、うん、それでいて日本 GDP、まあ、ドルベースではありますけど抜かれちゃったんだけど ね、うん、であのヨーロッパ連合には今いろんな機関があって、今回のこの欧州議会っていう前に一番偉そうにしてるのが、うん、欧州理事会っていうところ、はい、これは
政策決定を行います、うん、ここがね、うん、でここは各国の大統領とか、首相とか、うん、各国で一番偉い人が集まってる組織です。これはだから偉いです、理事会、理事会、うん、これは偉そうにします、うん、はい、で議会っていうのは、うん、理事会に影響力はがあります、うん、っていうのはこの議会が唯一選挙で選べてる議員が集まってるんで、うん、それはいかな理事会といえ偉いさんが集まってる組織とはいえ、うんうん、そう勝手にはいあ、この議会を無視した動きができる、まあ、そうでしょうね、うん、そうですね、ということで、うん、まあ、議会と理事会が実際運営してる、うん、でその欧州委員会っていうのもあるんだけど、これがまあ言ったら、政府ですわ、日本でいうところの議会と政府の関係、まあ、そういう感じなんですけども、うん、で議会は705か今イギリスが出ていた分ちょっと減ってるんだけども、うんうん、それを人口割りして各国に与えます。うん、うん、でね、各国でこれ5年ごとに選挙があるんだけども、うん、選ばれた人たちっていうのは、うん、国ごとに政党は作らないです。ほう、わかります？ドイツから選ばれた人、フランスから選ばれた人、イタリアから選ばれた人、うん、うんだけども、うん、それぞれの人はおしゃードイツやとはならんわけ、うん、各国で、うん、似たような政治信条の人が集まって派閥を作るんです。ほう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 、はい、これが欧州議会。日本からだとちょっとピンとこないですよね、うん、ほんま今僕は派閥言いましたけど、うん、一番近いのが自民党の派閥なんですよ、この考え方が、うんうん、自分らの考えに近い議員が、まあ、思想信条と言ってもいいかな、うんうん、集まって会派を作る、まあまあ、はいはい、うん、政党というよりは会派ですね、うん、で一応ね、あの会派は決まりがあって、うん、7つの国、7つ以上の国で25人以上の議員が集まったら1つの会派が作れる、うん、だから全然国が違う人同士なのに、同じ考え方の人が会派を作るので、そう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 、そういうとこです、はあ、でまあ、あとはあのそれぞれの国にも議会あるけども、まあ、そうですよね、これはあの日本の国会と地方 の, あの議会の関係やと思ったら一番分かりやすいと。あ、なるほど、そういうことか。つまり国が決めたことを、うん、その地方は守らなあかん、はいはいはい、でただ地方の法律がそれに応てへんだら、うん、地方の法律を変えなあかん、うん、はあ、でもなんかイメージね、やっぱり自分の国の、はい、首相なり大統領がどんな人なのかっていうところに、うん、身近なところでやっぱ影響、そうそうそう、それはあるんだけど、トータルとしてはそれよりはその会派の方が同じような人がどんだけ集まるか、まあ、でもあの東京都知事選の時にもやりましたけど、うんうん、とはいえやっぱ我々生活していると基礎自治体としてのね、うん、はい、まあ、大阪市なら大阪市とか、はい、まあ、というと住之江区とか、うんうん、淀川区とかいうところが近いっちゃ近いわけですよね。だからまあ選ぶ時は、うん、あの人は例えばその環境政策にこんなこと言ってると、うん、であの人はを国民が例えば選ぶ、うん、でその人は例えばドイツから選べたからドイツを代表するんじゃなくて、うん、環境政策を代表して同じような人が集まって会派を作るということなんですよ。はあ、まあ、まあ、そ、分かりますよ、はい、うんうん、すごく分かります、うん、ほんで、今回の選挙で絶対に、言われてるのが右派が台頭してくれるというのは、うん、3つポイントがあります、うん、1つキーワード移民です、うん、移民、EU っていうのができたおかげで、はい、EU 加盟国はお互いの国を勝手にと言いますか、うん、好きに行き来できるようになりました、はい、となると貧しかった国が豊かな国へ行って働くことが可能になった、はい、うんうん、まあ、自然的にそうなりますよね。そうすると豊かな国からしてみたら貧しいとこから移民が来て、うん、なんかすごい安い労働力として、うん、頑張っちゃうし、その人らまた国民増やして、はい、なんかようわからん人が増えてるなみたいになってくる。それが嫌でイギリスは脱退した。うーん、で今回、うん、実はあの各国の右派とか極右と言われてる人たちが、うん、移民はもうあかんと、うん、EU なんか移民のためにあるようなもんで、うん、こんなもんあかんって言い出して、うん、その人たちがすごい人気が出てるということです。はあ、まずそれが一つ、はい、でもう一つが環境規制です。厳しい、ヨーロッパは すよね、すごい厳しい、厳しい、要はあの環境規制が厳しすぎて我が国の産業が育たんやないかへと。はあ、なるほどね、うん、はい、でまあそれやったらもうわしらの入れてくれたら、うん、あの EU そのものをもうぶっ潰すみたいな、そうですよね、感じになってくるわけ、うんうん、で環境、特に環境なんかもう厳しすぎるから
ぶつぶすとかなるわけ、うんうん、それをもしその人たちが増えたら、これもどっちかというと右派の人の意見なんですね、うんうんうん、でそうなると、まあ今実はあのヨーロッパっていうのはそういう環境産業で伸びていこうとしている部分もあるわけ。あ、そうですね、なるほど。でそれで従前の産業を守る人たちが出てきたら、はい、これはまたあかんなというが2つ目、うんうんうん、で3つ目、これが最大の今回の特徴なんだけど、うん、ロシアがちゃちゃ入れてきてる。はあ、そのお話ですかね、はい、ちょっとそれは、はい、こちらでございます、はい、さあその右派が伸びる背景にロシアの影でございます。EU では先月30日、偽情報対策が不十分で EU の法律に違反している疑いがあるとして Facebook や Instagram を運営する IT 大手メタへの調査を始めるなど偽情報の拡散などへの対応を強化しています。背景にはヨーロッパ議会選挙を来月に控えまして、このロシアが情報操作を行って選挙に介入しようとしているとして警戒感高まっているとみられています。ではその選挙に対するロシアの狙いなんですけども、石田さん、これ分かりやすくって今言った、うん、さっきの2つ、うん、移民は反対、うん、で厳しい環境規制反対という、うん、まあ、右派極右の主張っていうのはどこまでいったかって、そのなんていうかな、自国優先なんですね。そうですね、自国優先なんですね、はい、で、他人他の国のせいで俺たちの国がしんどくなるのは我慢ならんというのが右寄りの人たちの考え方、うんうんうん、その一つに三つ目に来るのがウクライナの支援は必要なんかと。あ、わしらの国しんどなっとるけど、はい、何の得もないがなって、別に何やったら、うん、ウクライナ支援言うてウクライナからの農産物を完全なくして入れたんです今、うん、支援するために、うんうん、だから自分とこの国の農民の人たちが困ってたり、そうですよね、それはウクライナ支援は何の得があんねんと、うん、いうのも含めて、だから移民、環境、ウクライナ支援、この3つがどっちかというと、うん、もうあの支援疲れっていう一つの言葉でくくれるわけでしたね。ありますね。ね、うん、でここを刺激することで、うん、ウクライナ、ただ環境なんかしんどすぎませんかとかさ、うん、移民しんどすぎませんかっていうことを支援することで、ウクライナの支援もしんどすぎませんかにしたいわけ。あ、なるよ、ようできてるというか、うん、なるほど。そのためにいろんな情報を流して、偽物も含めて流して、右派の人が勝たすように勝たすようにしてる、うん、で何やったらお金もあげてる、あ、そうなんですね。行き着くところ、仮にその右派が台頭してきたところって、うんうん、行き着くところ、なんか先には EU 解体解消みたいなところみたいな、最終的にが見えてきますよね、うん、仮にですけど、ま、一気にここまでは来ないです。やっぱ今回の選挙でも、まあ、いわゆる中道左派、中道もしくは中道左派が、うん、まあやっぱり中心になるんだろうな、一気に急に政策の巻き戻しがあるとはちょっと思わへんけ ど、うんうん、けれども、今回をきっかけにそっち向きに触れていく可能性はあるんですよね、この5年ごとの選挙で。まあでも本当にいつも思いますけど、世の中こう疲弊してくると、うん、やっぱり自国ファースト、まあ、これどこかでその自国ファーストっていうのは、うん、もちろんその通りで、ね、よりその色が濃くなってくるならそうですよね。 でそのためにロシアがそこを利用して、利用してウクライナをに勝とうとしてるという。でまたそこに偽情報というのがあった時に、はい、うん、全員がそのリテラシーみたいな声で高いわけではないので、まさにね、この2024年の EU 選挙は今の時代映しとるんですね。そうですね、でも、うん、本当にそれも思った時に2024年って選挙イヤーですね、うん、インドもそうだったし、この後大統領選挙を控えててということなんですが、時刻7時になりました。では続いてはこちらでございます。石垣島の蝶なんですが、数年でメスばかりにだそうでございます。農業食品産業技術総合研究機構や福井大学などの研究チームなんですが、自然界の昆虫群がメスに偏る過程を世界で初めて観測したということなんですね。でこれ昆虫のおよそ4割が持つといわれる性別決定を支配する細菌であるボルバキアというものの影響だそうなんですが、自然界で密かに起こっている現象が非常に興味深いということなんですね。石田さん、すごいなこいつは。何ですか、ボルバキア、最近、最近、うん、これはまあまあ面白いね。今回こう女分かってたし、実は後で言いますけど、この細菌を使って、人間にとっての悪い病気を撲滅しようとしてる。そんなことできるんですか。できるんだ。人間にとって悪いものを撲滅しようとしてる。撲滅しようとしてる。これ。あ、じゃあ味方。そうなんですよ。うん、ほんでね、このボルバキアっていうのは、まあ、まあまあ有名な細菌で、うん、メスにしかいない。
いない最近、はい、メスの卵子を通してそのメスの子につないでいく、ほう、うん、メスにずっと受け継がれ、メス、まあ、メスの卵子やから、子はオスかもしれんけど、そうか、まあ、後で言いますけど、オスは殺しよね、この細菌が。オスがボルバキア、オスはボルバキアはオスは殺しよ、ね、殺す、はいはい、メスだけにしよう、ね、要は自分たちが生き残っていくためにはメスだけになった方がいい、うん、というのはオス持ったもええと思うかもしれんけど、卵が10個生まれてオスメス 5匹ずつ生まれたら、うん、餌の取り合いになるやん、なる、それやったらオス5匹殺してしまって、うん、残りのメス5匹が全部餌食べた方がええやん、うん、それをボルバキアは分かってるわけ。でもボルバキア先のこと分かってないですよね、オスがいなくなったらメスもね、うん、そうそうそう、いや、それがすごい、えっ、ボルバキアに感染したメスは、うん、自分だけで、うん、卵子だけで次の世代を増やす、そんなんできるんですか、世になる、なんか今内場さんみたいな、そんなんできるんですか、びっくりしちゃって、じゃあもうオスはいらんか、だからこのボルバキアのやることすごいのが、まずその遺伝的にオスやったはずがね、うん、このをメスに変えてしまうというオスのメス化ということをやってしまいます。これは、まあ、あんまりおもろない、おもろいのは、うんうん、オスのみが成虫になる前に死亡する、オスだけは成虫になれない、オス殺しということをします。なんか聞いてる男性リスナーの皆さん、ちょっと切ないじゃないですか、これ。少女なくてよかった。人間でよかった。あとさっき言ったようにメスだけで子孫を増やしていけるようにします。でこれは何？全部の腸がそうなってるわけじゃん。あのね、持ってる4割の腸がこれ持ってるらしいんだけども、全部がなるわけじゃなくて、なんかそうなっていく時がある。で不思議なんがね、面白いのがね、これちょっと難しい。何？うん、よう聞いてな、うん、聞く、このボルバキアに感染してるオスと、うん、感染してないメスが交尾すると卵が孵化しない、うん、もっといいよ、オスは感染してる、はい、メスは感染してない、うん、交尾して卵は産みますけど、うん、その卵は孵化しない、えどうしよう、つまりだから持っているメスしか生まれないってこと、そうか、次の世代に告げない、ない、でこれを利用してんのが、例えば自家熱とかあるやん、その蚊の、はいはい、持ってるウイルス、はいはい、これまたこのボルバキアっていうのおもろくって、うん、ボルバキアに感染した蚊は、自家熱とかその人間にとっての悪いウイルスには感染しづらくなるんだって、うん、ボルバキアがじゃあ入ってくんないって、この蚊は俺のもんじゃんって、うんうんうん、ボルバキア自体は最近じゃないですか、うん、最近です、そのボルバキアが人間に悪影響を及ぼすはない、あ、これでそのでこの蚊にボルバキアを入れて、はい、オスにもメスも関係なく入れてしまうわけね、うんうんうん、そうするとメスはメスでオスはオスで、その他のウイルスがもう入ってこうへんなるから、はいはい、人間にとってはそう刺されたところで貝だけで別に病気にはならない、なるで、でボルバキアに感染してるオスが、うんボルバキアに感染してへんメスと交尾したところで卵は孵化しないので、うん、孵化しない以上病気は広がらない、これ人間にはボルバキア関係ない、だからむしろいいですよね、ボルバキア、まあ、だからそこはボルバキアを使って人間にとっていいことをしようとしたのが今の例ね、うん、これでも将来的に、うん、なんか知らないですけど人間にも影響してくるってないですか、はい、こう、ね、男は成人できないとかそうです、成人になる前にオスだけを殺しよるからね、こいつは18くらいに出せずに、もう関係ない俺でもなんかねこんな、なんかそういう理屈ってよくあるじゃないですか、男も、はい、なんかもうね50を超えた男に生存してる意味はないらしいよ、うんうん、家事できる人も少ないですね、もうねやっぱりこれなんか SF の世界みたいなのこの最近、うん、なんか小松左京先生とか星新一先生がお書きになるような、でこいつは割と有名らしい、いろいろ分かってきたらしい最近で、さあじゃあボルバキアが世の中に増えた時に、うん、蝶が全部メスになるのか、あそうそうそう、石垣の蝶はねたった4年で1対1やったんが、うんうん93対7にまでメスが、たった4年 で、うん、で今回これを調べたのが大きいね、たった4年でこんなになるんやっていう、でそうなってくるといずれも100対0になりませんか、ところがね昔あの琉球紫っていう蝶々がおって、うん、これもボルバキアにやられかけて全部メスになりかけてんて、うん、でちょっと難しいことは言えへんけど、要は蝶が逆襲してボルバキアを殺していって、うん、そんなことできるんですか、うん、でまた1対1に戻って、おすごいですね、そう自然界の戦いね、これが自分たちの生命を維持するために、そうだからこれ今回も、
なんか南基町か、はい、石垣島の町長がいずれ全部メスになるか、うん、逆襲でまた一対一に戻るかを研究者はチェックしてるわけ、うん、でそれを石垣にどうぞお越しくださいと、うん、研究者の皆さん、あ、いやそれはもう洋、うん、さん使わないから洋さん行くと思うけど、しかも世の中の自然の摂理はすごい ね, すごいね、ここで一方的に勝つわけじゃない、でいずれまた逆襲するわけですよね、蝶々、ね、が逆襲することもある、なんかあれですね、なんかゴジラとかのテーマがありそうですね、ボルバキアの逆襲とかってなんかそういう映画ありそうじゃないですか、うん、まあ、カミングスーンみたいな感じ、えらい最近がおるもんやな、そうでございます、まあ、でも本当人間に感染しなくてよかった、ほんまや、でも多分人間に感染したとしても人間も多分何か対抗するでしょうね、絶対そう見て、俺絶対勝てるわけないやん、そんな淡泉、まあ、さんはちょっと諦めの世代に、俺はもう諦めてボルバキアさん、もはやもう、まあまあ、もはや存在意義がないらしいですからね、あります、あります、まあ、いいや、はい、取れたてピックアップニュース、こだわりの朝鮮ニュースをご紹介、まずはこちらです、はい、岸田総理大臣は4日、会期末を23日に迎える今国会での衆院解散に関し、今は政治改革をはじめ先送りできない課題に専念している、それらにおいて結果を出すこと以外のことは考えていないと述べました、うん、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件を受けて内閣支持率は低迷を続けていて、解散総選挙を行えば与党が議席を減らす可能性が高いことから、与党内では解散見送り論が大勢を占めています。まあ、これ昨日青山さんにも解説をいただいたんですけれども、はい、まあ、首相の大きな権利の一つであるね、権力の一つである解散権なんですけれども、はい、まあ、これをまあ使わないであろうということなんですけれども、まあ、ただ本当にこの状況の中で岸田さんはね、自民党総裁選どんな形で乗り切っていくのかというのもあるんですが、何にしてもこの我々がこう今のね国会にどういったものを求めるのかっていうメッセージを出すタイミングでもあるんではないかなと思ったりしますけれども ね, そうですね、はい、うん、続いてはこちらです。読売新聞によりますと、衆院政治改革特別委員会は4日午前の理事会で、同日に予定していた首相入り質疑と採決を見送ることを決めました。自民党が3日に提出した政治資金規正法改正案について、日本維新の会の要求を踏まえて取り下げ、改めて提出するためで、今日採決が行われる予定です。まあ、改めてこのあたりがね、やっぱりごたごたしてるなっていう感じがあるんですけれども、はい、ごたごたですね、やはり思うところはこの政治資金規正法改正案自体が、はい、今なんか成立するのかしないのかみたいな話になってるんですけど、うん、結局その内容みたいなところっていうのはね、やっぱり考えた時に本当にこう我々が思うところまで踏み込んでるのかなって感じがありますよね。納得するような形になってくれたらいいですけどね、はい、続いてこちらです。毎日新聞によりますと、家族の介護や世話に追われるヤングケアラーの支援を明文化した子ども若者育成支援推進法改正案が4日参院内閣委員会で賛成多数で可決しました。5日の参院本会議で可決成立する見通しです。ヤングケアラー支援は地域によって対応に差があり、法的根拠が設けられることで解消につながることが期待されています。まあ、実際にこうやって数字で見ていくと、はい、そういった状況で、若者が自分たちの、ね、人生をまあ一つまあ犠牲にしてっていうことが多くなっている現状があるっていうこと、はい、まあ、この法律的なところでしっかり、書くことによって、はい、その支援をしていこうということですから、この後は具体的にどんなことができていくかということですね。はい、続いては海外の話題です。朝日新聞によりますと、世界最大の選挙と言われるインドの総選挙が4日に開票され、与党インド人民党を中心とした与党連合が過半数の議席を維持する見通しとなり、モディ首相は支持者の前で勝利宣言をしました。一方、与党側は前回の選挙より議席を大幅に減らす見込みで、失業や格差といった問題のほか、強権的なモディ政権の手法に一部の有権者が反発を示しました。これだけまあ議席を減らしたということですから、そのモディさんのやり方について、はい、んと思っている方もいらっしゃるのかなと。まあ、一方で今毎日放送は大吉アナウンサーが、ね、インドに取材に行っていて、なんか山崎さんのところにも現地の映像が先ほどね、そうです、昨日はだからそれこそモディさんの勝利宣言で、うん、お祭り騒ぎでなんかなってるところもあるみたいですからね、花火を上げてというところもありましたからね、はい、うん、続いてはこちらです。毎日新聞によりますと、自動車メーカーで相次ぐ型式指定をめぐる認証不正問題で、国土交通省は4日トヨタ自動車本社へ道路運送車両法に基づく立ち入り検査を行いました。今後数週間をかけて他に不正が発覚したマツダ、ヤマハ発動機、
ホンダ、スズキにも立ち入り検査を行い、行政処分の必要性を検討します。例えば一部の検査ではより厳しい基準で、はい、検査をしたので、逆に、決まったところの数値とは違うところで出てて、でも厳しい方でやってるからいいんじゃないかって判断もあったそうで、まあ、そうなってくるとこの型式指定 の, この認証みたいなものがどうあるべきなのかっていうところにも来るんですけれども、まあ、じゃあそのルールの見直しはどうしていくのかっていうことにもありますし、まあ、一方で何が大きいって結局これで生産止まること で、ね、やっぱりこの自動車産業全体がストップしてしまうっていうところがありますからね、このあたりは本当にどういう形でこの進んでいくのかっていうのは業界でみんな取り組んでいかないとダメなんでしょうこれね。続いてはこちらです。オンラインゲームのアカウントやアイテムを売買するサイト、ゲームトレードに他人の ID などでログインして勝手に取引し、およそ9000円の利益を得たとして、警視庁サイバー犯罪対策課は4日までに不正アクセス禁止法違反や電子計算機使用詐欺の疑いで浜松市の会社員の少年を再逮捕しました。2022年秋から去年の12月頃に同様の手口を繰り返していたとみられ、お金が欲しかった、100回以上やり400万円くらい儲けたと容疑を認めています。これ17歳の少年が逮捕されたということで驚きなんですけど、はい、考えてみると今こういったことってむしろそういった年代の人の方がね、詳しかったりする、考えたら詳しいわけで、うんだし、まあ、そういった意味ではこうなんだろうな、こうどういうふうにこれ規制するのかと言っても結局ウェブ上でできたりすることですからね、はい、だからやっぱり自分のクレジットカードの明細とか、どんなお金がどういう時に何を使ったのかってたまにわからない時あるじゃないですか。そういうのをちゃんとチェックしておかないと。そう、改めてそのパスワード、何クレジットカードの情報とかパスワードみたいなものをどれだけやっぱりデリケートに扱うのかってことなんですけどね。自分がどう守るかっていうところになってきますからね、はい、最後はプロ野球の話題です。阪神は甲子園に戻り楽天と対戦しました。同点で迎えた延長10回にゲラ投手が打ち込まれ3対1で敗れ、7カード連続でカード初戦を落としました、はい、岡田監督は試合後、大山選手とゲラ投手について、明日からファームと2軍行きを明言しました、ね、大山選手は昨シーズン全試合で4番に座りましたが、今シーズンは不振が続き、打率は1割9分9厘と低迷、はい、昨日は今シーズン2度目のスタメン落ちとなっていました。やはりタイガースの4番をずっと任されていた人が打順が下がり、さらにはゲームに出られなくなるっていうのはもう、はい、にしか分かんないプレ、ね、苦しみがあると思うんですが、で、ね、まあ、一応体作り直してということではあるんですけども、一方でジャイアンツが昨日は9者連続ヒットも、ああいうの見てるとなんでこんなに上下って違うんだろうなと思ったりしますが、ねね、はい、今日は気を取り直して楽天戦再びというところでございます。上泉雄一のエーナー現金10万円プレゼント、6月10日月曜から14日金曜のエーナーを聞くと現金2万円が5人に当たります。応募方法など詳しくはラジコやラジオで放送をチェックしてください。